皆さん突然ですけど、これなんて呼びます？はい、皆さんこんにちは。今日も撮っていきたいと思います。よろしくお願いします。ということでですね、冒頭にもあったように、まあ、僕ね、昔高校野球をまあずっと3年間もちろんやってたわけなんですけど、で、まあその時に、まあ、朝練ってやっぱ部活生ってあると思うんですね。で、まあ部活終わった後に、まあいわゆるこれ、よく使ってたんですけど、まあ僕、その、名前ね、言ってしまえば僕沖縄出身なんで、この名前をシーブリーズって呼んでたんですけど、まあ僕最近そのね、仕事でね、まあちょっと外に出るし、仕事でもあるんで、まあ、久々にこのシーブリーズを買って、まあ、体に塗ってたら、まあ、僕らの会社って県外のスタッフももちろんいて、まあ、愛知県出身だったり、大阪出身だったりとか、埼玉出身だったりとか、まあ、いるわけなんですけど、お前も使う、シーブリーズって言ったら、何その発音って言われちゃって、どうやらシーブリーズなんですね。でも、沖縄の方にこれ聞いてほしいです。シーブリーズって多分言ってると思うんですよ。わかんないです。僕の周りだけかもしれないですけど、絶対シーブリーズって呼んでたんですよ。もうここ、もう衝撃でしたね。シーブリーズなんですね。シーブリーズなんですね。いやー、もうびっくりしましたね。いや、ちょっと、これがいわゆる何ギャップって言うんや。地方ギャップって言うんかなっていうのをちょっと痛感させられた今日この頃の大城です。はい、ということで、まあ、そんな話はさておき。ですね、今日は何をやっていくかと言いますと、まあ、最近ね、リアタイ界隈において、まあ、緩急、まあ、速い球とその遅い球、まあ、特に最近遅い球がちょっと有効的に使えるよって話を多分してると思うんですけど、ものすごい魅力的な選手がちょっと一人いまして、はい、それがこの選手なんですけど、はい、ライセル・イグレシアス投手ですね。ロサンゼルス・エンゼルスにいましたね。大谷さんと仲が良くて、今はもうどこだっけ、アトランタ・ブレイブスだったかな、のも抑えとして多分やってると思うんですけど、ライセル・イグレシアス投手ですね。まあ、ゴールの投手ですし、まあ、能力的にはまあ低いです。まあ、だから、ね、もう、ちょっとミートされたらスパーンって飛んでいくかもしれないんですけど、まあ、それをもう凌駕する球種がありまして、それが、まあ、この球種5つなんですけど、まあ、ストレート、シンカーが155キロ、154キロと、まあ、速い球に加えて、カーブが107キロなんですよ。これはもうものすごい使いやすいんじゃないかなと。めっちゃ球速差があるんで、こんだけ球速差があれば、いくらなんでもタイミングがずれて、内野フライをポンポン気づけるんじゃないかと思いましてですね。まあ、ちょっと使っていこうかなというふうに思います。なので、まあ、抑えなんでポジションが。先発ピッチャーはまあ誰かしら投げて抑えで、イグレシアス出すようにしますので、まあ、ちょっと見ていってくれたらと思います。じゃあ早速やっていきましょう。はい、じゃあやっていきましょうか。僕らは先行ですね。なので、勝って、イグレシアスにつなぐような、打撃をやっていきたいですね。さあ行きましょう。トップバッター、ロナルド・アクーニャ。行きましょう。プレイボール。もうパワー105ありますからね。盗塁98やったぞ。オッケー、レバチン。ほら、アクーニャが出るんすよ。やっぱ先頭はね。オッケー、ナイスバッティング、アクーニャ。つなぐような投球で行きましょうか。投球じゃない、打撃で行きましょうか。さあ、バッター、ライリーですね。パワー高いな。106あるからね。さあ行きましょう。ファルボー、危ない。一応スタート切りたいけどな。牽制しそうやしな。ちょっと様子見ましょうか。さあ行こう。オッケー、抜けないんかい。ナイスキャッチ、フリーマン。いや、うまいな、フリーマン。ナイスキャッチだったな。もう攻撃はね、とりあえず点を取る覚悟で行きましょうか。いや、走ろうか。アクーニャの足見せましょうか、とりあえず。足が速いところ。さあ、スチール。どうや？オッケー、やっぱ速いね。やっぱ盗塁の能力高いから。さあ、ワンアウト、ワンストライク、ノーボールですね。バッター、大谷さんと。もう一本で帰ってくるからね。アクーニャの足だったら、ボール。牽制はないよね。三投もちょっと見してみたいけどな。牽制が怖いな。さあ、行こう。オッケー、落ちたんちゃう？オッケー、オッケー、オッケー。待て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 。アクーニャ待て。オッケー、一点先制。やっぱアクーニャの盗塁が行きましたね。で、大谷さんがタイムリーと。ナイスバッティング。オッケーオッケー。鮮やかな1点先制ですね。で、バッター、ジャッジ。大谷さんも足速いですからね。ちょっと様子見ようか。うん、やっぱね、牽制するわな。一回走ってるから。さあ、ジャッジ。ちょっとまた牽制。ちょっとランナー意識してますよね、今ね。ほら。で、多分、もう牽制できないはずなんですよ。
ここでスチール入れましょうか。多分2回までだったような気がするんだ。やっぱりスチール、オッケー、オッケー、足を交える走塁、間違えた、足を交える攻撃、いいっすね、オッケーオッケー、またチャンスですね。ワンアウト2塁、ワンヒットでまた1点取れますからね。いやー、この遅い球やね。そうそうそう、まあ、この遅い球を要は有効活用。さあバッターゴールドシュミット5番ですね。さあワンヒットやぞ、ゴールドシュミット1本で大谷さんの足で帰ってこれるからね。オッケー、ナイスバッティング、よし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 、オッケー、2点目、ナイスバッティング、ゴールドシュミット、オッケー、いいっすね。やっぱ盗塁が生きてきますよね。一発あるからね、ペレス。落ちないかな、伸びすぎるかな、あー、オッケーオッケー、まあまあまあ、2点先制しましたと。大谷さんか。さあムーキーベッツに対します。さあドジャース対大谷さんなんでね、今のところね、エンゼルスドジャースに弱いんでね。オッケー、センター落ち着く、オッケー、ナイスキャッチャー、クーニャー、ワンストライクノーボールで、うん、オッケー、ファーストかな、セカンド、オッケーオッケー、追いついたね。はい、いいキャッチ、ツーアウト、いいっすね。大谷さん打ち取ってますよ。でまたトレーターナーと、オッケーオッケー、このままじゃ抑えていきましょうか。セカンドゴロぐらいで取ってくれたらいいけどね。あ、センター、あ、落ちそうやな、取れなくにゃ、あー、やっぱな、散ってきそうで悪いよな。ショートゴロとかで切ってくれたらいいけどな。うわ、やばい、マジで、うわ、ボール球なってよ。オッケー、ナイスピッチ、三振、オッケーオッケーオッケー、抜けたんじゃん、あ、落ちない、あ、追いつくか。いやー、やってるわ。何今の球、進化、あー、やってもたかな、落ちない、落ちないかな、あー、そうか。大谷投手からイグレシアスに行きましょうか。さあまずはストレート普通に行きますね。もう一発打たれたら終わりやからな。制球がちょっと低いから打たれやすいからね。うん、オッケー、いいよ、ワンストライクのノーボールですね。と来て、あ、まじ、あ、カーブでいいか。とりあえずカーブ見せましょうか。どんぐらい遅いかちょっと見たいっすよね。いかんせん107キロなんで。おーおー、やっぱそうなるよね。えぐいっすね、今の。すげえ、興奮するわ。じゃあもっと遅くなるんかな、グッドピッチとかにしちゃったら。今103キロでしたよ、パーフェクトピッチで。オッケーオッケー、あ、このカーブでいいっすね。やっぱ手出しちゃうっすよね、こんだけ遅かったら。あ、いいね、イグレシアス。マジか。さあさあ、ワンアウトでまたアウトマン。シンカー行きましょうか。シンカーもあるんでね、イグレシアス。さあ行きましょう。うん、オッケー、ナイスボー。いいね、シンカーオッケーよ。もう一丁シンカーほっとこうか。速い球、アウトハイに行きますね。どうや、オッケー、ナイスボー、いいっすね。翻弄してますね、完全に。で、スライダー行きましょうか。こっちにもう振るんちゃうかな、今多分読みがバラバラやと思うから、バッターの人。オッケー、キャッチャー、いいね、イグレシアス、いいっすね、いいっすよ、いいっすよ。さ、今ツーアウトでしょ、全然あの的なんていうの、ミートさせてないよ。ほんじゃカーブから行きましょうか。こっちにグッドピッチ、何キロなんよな、このグッドピッチにしたら。うわー、ナイスボー。やっぱね、打ちにくいっすよね、こんだけ遅かったら。興奮してきたな。さあ進化いきましょうか。今度はインハイに速い球、うん、オッケーオッケー、うん、遅くなるよね。そしたら、チェンジアップ、ここにボール球で、ボール球でね、間違ってもストライク入れないでね。これ振っちゃうんじゃない、さあ、オッケー、バッターテイラーですね。んじゃあストレート、まずはアウトハイに行きましょう。最高、うん、ナイスボー、進化と思ってますよね、いいよ。で次がカーブ、入ってくるカーブでいきましょうか。パーフェクトピッチで、これ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 、あー、セクシーセクシーサンキュー。ここでスライダーですね、グッドピッチでいいよ。これ振っちゃうんじゃないかな。オッケー、ライト、あー、いいキャッチ、イグレシアス、いいっすね、マジでいい、めっちゃ使いやすいですやん、いいね、イグレシアス。さあもうここからはもうイグレシアスの投球に応えて逆転しましょうか。まずは1打席目タイムリー打ってますからね。なんか打ちにくいな。オッケー、すくった、落ちない、センター前、ナイスバッティング、やっぱ翔平さんから最高。
ッケーなバチン。3ついける、3ついける、3つ、あ無理か、3つは無理やな。え、いけたかな、いけたかもな。頼むぜ。あーこれは、あー正面やな、やってるわ。入ってくるツーシームだよ、入ってくるツーシームで。うわ、勝ってる状況でね、イグレシアスに。最悪や、もうやってしまったな。まあまあまあ、おっしゃー、でも当たりが良すぎたか。って思ってますけど、どや。うわ、いつやん、あれ正面、ナイスキャッチ、ワンアウト。最後シンカー見せるはずなんで、オッケー、センター、え、抜ける、ボツはな、ベリンジャー。シンカーでインハイの、ナイスボー、シーズン。さあどや、打てねえんちゃう、うわ拾った、あーナイスキャッチ、トレイターな、助かった今のは。さあさあバッター、ゴールドシミット調子ええな、オッケー。さあ行こう、マジで。さあ2ストライクノーゴール、ミートでいいぞ、甘く来たら。さあ、オッケー、抜けたやろ、これ。ナイバッチン、いいね、いいね。二塁いけるっしょ、落とせる、無理無理、いや、いけるっしょ、いける。あかん、無理やった、戻ったらよかったやん、てか、今のは。ナイバッチン、センター前。落ちない。最悪やな。まあまあまあ、いいや。さあ行きましょう。さあまずはまあ速い球ですよね、とりあえず見せるのは。初球のストレートとか打たれたらテンション下がるで、やめてよマジで、ホームランとか。うん、オッケーオッケー。さあボール球でいいですよと。シンカー行きましょうか。なぜ能力が低かった、打たれるからね、どうもかわすピッチングしていかんといけんからね。センター、では、あー、オッケー、ナイスキャッチ、アクーニャ、やっぱ守備力高く助かったわ。ナイスキャッチ、ワンアウトで、今ストレートストレート見せてきたんで、カーブ行きましょうか。ここで魔球ですよ、このカーブ。これ初見でアジャストするならもう天才です、マジで。ほらこれ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 、なるよね、わかるわかる、振っちゃうよね、振っちゃうというかタイミング合わないよね。でストレート行きましょうか。これは多分振り遅れんちゃう、うんうん、なるよね。さあ2ストライクノーボール、何投げを、チェンジアップ行きましょうか。カーブと思わせてみたいな。これも三振ちゃう、もしかして。ナイスピッチャー、いいね、イグレシアスいいよ。さあ2スター、あ、違う違う、2アウト。ストレートからいきましょうか。まずはインコース、うん、オッケーオッケー。さあワンストライクノーボール、多分カーブちらついてるんで、このチェンジアップいきましょうか。多分振ると思うよな、空振りで。あ、見るか、オッケーときたら、今インコースで勝負してるんで、アウトローにシンカーでいきましょうか。これは打てないでしょう、多分もう急にアウトコース来られたら。2つ2つアウトにできるんちゃう、できるんちゃう、あ戻った戻った、させさせ、あーで、また不安そうと。じゃあカーブやろ、とりあえずインコースに。これ打てないでしょう、ビューンと。あーナイスボー、空振りする変化球ですね、いいなぁ。で、やっぱストレート張ってるかな、まあ、いいや、インハイに。あんな遅い球見たら合わせれないでしょ。あ、見るか。オッケーオッケー。ワンエンドワン。シンカー行きましょうか。入ってくる、ギリチョン入ってくるシンカーでよ。さあ、どうや、無失点で切りたいね。うん、いいよいいよ。さあ、ツーエンドワン。じゃあ、カーブ。グッドピッチで低めに行きましょうか。振ってくれんちゃうかな。うわ、これは刺してきたな。いや最悪やな、遅い球やったからな、裏目に出たな。さあ2エンド2、チェンジアップ、逆にあえてカーブと思わせて見逃しちゃう的な、どうでしょう。あ、いやーコントロール悪いな。さあ2エンド3、カーブやろ、もう代名詞の。これで三振取ろうや、もう。ナイスピッチャー、めっちゃいいわ、やっぱ最高やな。いや、鍛えたらもっとどうやらいいピッチャーになるんちゃう？これ。はい、ということで動画の方をちょっと撮っていきましたけども、
いやー、ライセル・イグレシアス、めっちゃいいピッチャーですね。まあ、ゴールドっていう点はありますけど、まあ、ゴールド価格が安いんで、まあ、市場でね、結構取りやすい金額といいましょうか。なので、まあ、ある程度強化を、まあ、5とかまで上げたら、全然戦えますね。というか、むしろ最強かもしれないですね。イグレシアス。特にあのカーブはなかなか打てないと思いますね。あれはすごい魔球でしたね。はい、もっとどんどん使っていけたらなというふうに思ってます。でね、またいい選手とかもまだいると、まだまだ紹介したい選手もいっぱいいますので、また紹介できたらと思います。では今回の動画はこちらで以上となりますので、ご視聴ありがとうございました。